作戦を説明する。7月23日、ユトランド軍はルーシ帝国の運輸拠点ベリギエフを攻撃しました。アムレート、王子が。ジュキよりもはるかに危険な存在だ。ヤツの撃破を最優先する。またそんな顔してる。難しいこともよくわかんないけど、オフィリアちゃんはオフィリアちゃんらしく堂々としてればいいと思うな。そうです、姫様はふんぞり返っていればいいんです。こんな風にいつもそうなのですか、私。さあどうかな。どうでしょうね。私らしく。細工は流々といったところですか。
我が軍受けてみなさい。参りましょう。撃退しましょう。
いたします。全力でいきますか。我ら兄弟の俊美、姫様と共に勝利を我らに。夜まで粘れ。伝令。聞かせてくれ。敵の抵抗が激しく、本体の進軍は遅れています。被害もかなり。どこも苦戦しているか。もうすぐ夜が来ます。本体は一時撤退も視野に入れるべきだと。バルキュリアを警戒しているんだな。はい。ハンス、バナルガンドは何のための部隊？バルキュリアと戦うための部隊です。進軍を続けろ。奴が現れたら俺たちが引き受ける。それまで俺たちが下がって本体を援護する。今は引くべきではない。はい、そう伝えます。すっかり男の顔になっちゃって。叩けるだけ叩いて本体の援護に回る。行くぞ。Yeah!
兄には届きません。これくらいちょろいもんさ、僕にかかればね。サラ、ちょっと疲れちゃったかも。隊長、本隊と合流する前に一度補給を受けてはどうでしょう。私もそれが良いかと。そうしよう。交代だ。戦線を離脱する。どうした。やはり持ちこたえられません。撤退すると本隊長が言っています。ダメだ。俺たちが直ちに合流する。それまで待てと伝えろ。すでに夜だ。バルキュリアが撤退する本隊の前に現れないとも限らない。そうなっては助けようがないと。わかりました。あれ、そういえばハース、リクリオン死にました。こちらに向かっている途中で。じゃあここまで走ってきたの。はい。また走って本体まで戻るつもり。はい。危険よ、私たちと一緒にいなさい。おお、奇遇ですね、ブリギットさん。僕も今そう言おうと思っていたところなんですよ。というわけだハンス君、僕たちと来たまえ。心優しき上級貴族のこの僕が特別に許可してあげよう。そうした方がいいよハンス。イザークさんの許可はともかく、どうせ僕たちも本体に戻るんだ。一緒にいた方が安全だ。いや、それでは遅い。先に本体に戻って伝えてくれ。おいおい隊長さんよ、本気か。そうです、どこでは危険すぎますよ。皆さんありがとうございます。でも大丈夫、闇夜に紛れれば平気です。ハンス、その場合一人の方が目立たないでしょ。ほら僕小さいし。それに僕はユトランド軍の伝令兵です。命令を受けた限り任務を全うしなければいけません。頼んだぞ。立派ですねハンス。今度会ったら声をかけて褒めてあげてください。喜びますよきっと。はい。準備が整い次第出撃だ。本隊と合流し、バルキュリアの出現を待つ。バルキュリアが現れた。はい、精一杯歌います。アムレートはスレイマンの言葉に従い、バルキュリアの出現を待ちました。そして彼らの望み通り、その時が間もなく訪れたのです。死神が現れる。巻き込まれるな。
ラウムの地。滅びの歌だと気づかぬのか、それと気づいていて名を使うのか、その力を捨てよ。今だ。殺されたも同然だ。奴が現れば確実に仕留めよう。けっ。アムレート、アムレート、あなたなのでしょ。先生。アムレート、迷わないで。やめてくれ、お願いだ。もう何も言わないでくれ。先生。先生。誰だ先生って。しっかりしてください、アムレート王子。お前は殻の中で眠っているがいい。陛下が呼び戻したか。アンチ・バルキュリアの名折れだな。敵を前にして棒立ちとは。お前に何がわかる。貴様の剣、ふぬけているとしても淀みが過ぎる。これは迷いか。己の信じる道が見えず、故に立ち筋も定まらない。違うか。答えを聞くまでもないな。沈黙が物語っているぞ。今の貴様は私に斬られる資格すらない。去れ。アルテナ、アムレット、皆のところへ。アムレット、追わないのですか。姫を逃がしてしまいますよ。それ以前になぜ始末しなかったのです。お前がやればいい。なるほど、受胎の分際には2が勝ちましたね。陛下にはすべて報告しますよ。私もまた。
同じか。煙幕か。うわ、何も見えないよ。樹木に囲まれているわね。こちらからは丸見えですよ。さあ、正々堂々戦いましょう。作戦を開始する。敵の増援を確認。気を抜くな。お見せどころね。全力で行きます。気をつけろ。
思い知った？追ってこないな。諦めた。本隊よりバナルガンドへ伝令。グレンケア隊員はおられますか？アムレイトがいません。嘘、はぐれちゃった？また勝手に消えたんじゃないの？そんな。とにかく戻ろうぜ。お待ちを。緊急の伝令です。本隊は撤退を始めています。バナルガンドも早く撤退してください。どうして？バルキュリアは追い払ったのに。私たちがバルキュリアを引き受けるから進軍を続けてと宣告伝令したはずよ。いえ、そのような伝令は受け取っておりません。そんな、ハンスの伝令が届いていないなんて。まさかハンスに何かあったのか？ハンス・ニールセン伝令兵は名誉の戦死を遂げられました。え？なんだって？追い詰められてなおこれだけの抵抗をするとは、それも憎しみのなせる技ですから。あなたのことは調べさせてもらいましたよ。アムレイト・グレンケア、なかなか大それた復讐劇を思いついたものです。いや、感服いたしました。しかし、そろそろ終幕です。カーテンコールは期待できませんな。その手ですよ。ダメ。
なるほど、何もない男だ。大丈夫ですか、隊長。待て。待つのはあなたです、隊長。そんな状態で追ってどうなるというのですか。奴は四将の一人、ビクトール・チマシェフだ。何としても仕留める。話せ。いい加減にしろ、アムレート。お前のせいでハンスは死んだんだぞ。何？よせ、イザーク。ハンスは徒歩で本体へ戻る途中、敵部隊と接触して戦死した。あの時僕たちは危険だと言って止めたけど、お前は行かせた。無理やり行かせたんだ。夜まで粘れ。奴が現れたら確実に仕留めろ。アムレート。話はあと、撤退が先。その通り。ダリル、ジョルダ、隊長お願い。行くぞ、隊長さん。これは真実の物語です。俺たちはこの前、バルキュリアが隊長の名前を呼んだことに驚いた。何がどうなってるのか知りたいとは思ったが、俺たちの中で解決しようと努めた。つまり聞かないっていう結論だ。俺たちはバルキュリアを倒すためにここにいる。それ以上の情報はいらないと決めた。ああ。だが舌の根も乾かねえうちにとは思ったけどな。今日のあれはちょっといただけねえな。先生ってなんだ。隊長も相手が誰か分かってたよな。分かってるからお願いだとかなんとか、わけのわからんことを言ってたんだよな。最悪だね。バルキリアを逃がす、ハンスは死ぬ、アムレートはこのざま。何がどうなってるんだ。答えてもらおうか、アムレト。先生って誰だ。それを聞いてどうなる。聞いてるのはこっち。あのバルキリアはお前の何なんだ。この後に及んで関係ないとは言わせないぞ。みんな混乱してる。時々隊長が何考えてるかわからない時がある。でも私たちは兵士。疑問に思ったことは飲み込んで一緒に戦った。だからバルキュリアを追い詰めながらどうして剣を振り下ろさなかったのか聞きたい。理由があるなら。こんなこと言いたくありませんでしたが、隊長らしくなかった。もしもという思いが拭えません。そうでなければ本体もハンスも。アムレートが殺したようなものさ。そんな言い方は。
こんな奴が隊長じゃ、僕はもう戦えない。イザーク、私はこれまで通りアムレートの下で戦い続けます。お姫様は気にならないの？先生って何のことか。ヴァルキュリアは私が倒します。そんなこと聞いてるんじゃないわ。ゴドウや倒れた多くの兵士たちのためにも、私は迷わずユトランドのためにヴァルキュリアを倒します。それが私の使命です。解放への戦いは続いています。ベリギエフに打撃を与えました。しかしながらまだ突破は叶いません。直ちに策を練り直し挑むべきなのです。そうやって問題を先送りにしていませんか。今何が一番重要かを述べているのです、ジョルダ。どうして言わなかったのですか。先生とは誰なのか。言わないと約束したのです。でも舞台はバラバラになっていくのでは。ここまで来たらアムレート自身が決断し、自分から言うべきだと思うのです。もはやこの戦争を止めることはできません。私たちは勝ち進むしかないのです。バナルガンドのためにも、ユトランドのためにも、アムレート・グレンケアの力を失うわけにはいきません。彼が戦い続ける原動力は、復讐を果たすことなのです。そしてそれが、ユトランドが勝ち進むことでもあるのです。私はそう思います。ただ、だからこそ、私はアムレートを支えるしかできないのです。よく無事に戻った。あと一歩まで追い詰めましたもの、始末できなかったのが心残りでございます。よい、奴めはまた現れるであろう。はっ、その時は私自身をおとりとして奴をおびき寄せ、必ずや片付けてご覧に入れます。よいですね、マクシム。あれの始末は私がします。ご随意。貴様は何故殺さなかった。その資格がございませぬゆえ。資格？はい。では私はこれにて。陛下、何を苛立っている。ビクトールから聞いた。世に復讐をなさんとしている男のこと。名はアムレートと言ったか。世と四将の過去の行いに遺恨があるそうだ。復讐のため
自ら戦争を起こしたとも聞いたが、バルキュリアを前にして何もできぬようでは世の首は落とせん。己の道に今さら恐れを抱いたか。私も先の戦いで同じように感じました。あれはとても覚悟があるようには見えない。恐れ迷う者の立ち筋でした。迷い、それが貴様が奴を殺せなかった理由か。迷いを持つ者同士、果たして撃つ資格があるのか、それだけの志があるのか、そんなことを思ったのだろう。その沈黙が雄弁に語っておるわ。だが貴様にどのような迷いがあろうと世は一向に構わん。言ったはずだ、世が貴様を選んだ。世には貴様が必要だ。世に従え、世を支えよ。世はヨーロッパを制し、その高みに立つ。そのために貴様の武を存分に使ってやる。もったいなきお言葉。今は世の言葉も届かぬか。そうか。しばし待機せよ。その迷い、晴れぬうちは何もするな。ビクトールを殺せなかった先生の言葉を聞いてから体が動かなくなった。バルキュリアは、先生は何て言ったの？迷うなと言われた。迷うな？先生の意識なのか。本当にバルキュリアがお前を惑わすために言っているわけではなかったのか。わからない。ただできなかった。言ったよな、前に。俺たちにはこの戦争を始めた責任がある。ああ。迷うな。その通りじゃないか。もはや迷っている場合ではない。アムレート、俺もスレイマンと同じ意見だ。やるしかない。ベリギエフだけどな、このルートから。しばらく時間を置かないか。ああ。どういう意味だ？ここに来る前、ハンスの家族に会ってきた。ハンス？伝令の少年だ。りくりゅうの扱いのうまさを見込まれて伝令になった。家族に会ったってことは？ベリギエフで死んだ。なぜ会う必要があった？わざわざ君が？そうしなければいけない気がしたんだ。おいおいおい、またえらい優しいじゃないか。ハンスは俺の無理な命令で死んだ。俺が殺したようなものだ。おい、今さら何を言っているんだ。そんなもの何度も見てきただろう。俺たちは戦争をしているんだぞ。ああ、何度も見た。簡単に命が散り、死んでいくところをな。何が言いたい？お前は見たことがあるか？俺たちが殺したいのは皇帝だ。あの時、先生たちを襲った四将も同罪だ。だが、その五人を殺すために、目の前で味方も敵も死んでいく。とても軽く死んでいくんだ。ハンスは、兵士たちはなぜ死んだ？兵士たちの死に
意味を求めるのか。意味を考えてどうする。君はその伝令の身内ではない。死は死だ。では先生たちの死、意味は。それはもうやめて。ヴァイオレット、大事なことだ。俺たちの責任というのはこの戦争で死んでいった者たちの命だと思う。どうしろというんだ。ハンスは俺たちの復讐が戦争という手段を用いているという現実を突きつける存在だった。俺はハンスの報告を聞くために心がざわついた。そんな感情を持つことが甘いのだろうと自分を責めた。これは復讐だ、復讐のためなんだと自分に言い聞かせてきた。先生や仲間たちの命が軽く散らされた現実を思い起こして。ああ、復讐だよ。一番忘れちゃいけないことだ。いつからそんなことを考えていたんだ。ずっと前からだよ。みんなには言えなかった。考える自分も嫌だった。生ぬるいにも程があるぞ、アムレート。アムレートはもともとそういう人だったでしょ。ヴァイオレット、山と川でそれぞれ友達が事故に遭ったらどっちも助けてみせるって言っちゃう、そんな人だった。本当はすごく優しい人なの。優しいからこの復讐の一番苦しい役目を引き受けてくれたのよ。スレイマンもバジルもどうしてアムレートの気持ちを分かってあげないの。お前こないだから変だぞ。先生なのよ。私たち先生からどんなに愛をもらったかわからない。捨てられた私たちに、母親みたいに、姉みたいに、たくさんの生きる力を教えてくれた。私だったら殺せない。アムレートが苦しんでるのわかる。アムレート、俺たちは戦争を起こした。そのケリはつけなければならん。戦争は続ける。いいか、ヴァルキュリアは必ず倒せ。時間を置くなんて許さない。冬が来る前に決着をつけなければならない。その後。その後、復讐を果たした後だ。俺たちに何が残る。俺たちに何が残るかなんて重要じゃない。アムレート、揺れるな。ビクトールと次に会った時は必ず復讐を果たせ。フリート、何にも言わなかったな。戦争を終えたユトランドがどう変わるのか考えていた。答えは出たのか。まだわからない。国民は僕たちにとってあまりにも都合のいい存在だ。戦争が終わった時彼らがどんな反応をするのか、ちょっと怖いけどね。気楽なもんだ。何？解放か侵略かで揺れ続けるユトランド国内の四季に一石を投じるべく、滞在人スレイマンはハンスの死を利用しました。伝令兵の少年を撃ち抜いた帝国の非情と題し、ルシ帝国は憎むべき悪であると訴えたのです。しかし、
皆さんはこれを読んでどうお考えになりましたか。このような少年の霊は埋挙にいとまがないはず。これまでの戦死者の数だけ、この記事の母のような遺族の思いがあるわけであります。私はこのような悲劇はユトランドが戦争に踏み切ったがゆえのものとして、改めて終結を呼びかけるものであります。君の言う通りさ、上から降りてきた記事だ。やっぱり。まるで世論を引っかき回すのが目的みたいな記事だよ。息子を誇る母を称えて戦争の続行を強く訴えている。即時停戦ではなく、この誇りに報いるべく勝利あるのみときた。でも世の中は乗ってきてないというところかな。半々だ。戦争がユトランドを苦境から抜け出させてくれたという声と、戦争憎しという声と、俺たちがどんなに軍に有利な報道をしようとも、どうやって知ったのか国民は負けだと知っている。ルーシもバカじゃない。工作員が仕事しているんだ。だから国民の間にも疑心暗鬼の状況が生まれている。どっちにしろいい傾向じゃない。話を戻しましょう。上っていうのは誰のことです？どのルートからこの記事が出たか分かりますか？そんなこと聞いてどうするんだ？興味ですよ。どうしてこの少年兵だけが記事になったのか知りたいだけです。やりすぎじゃないか。俺たちの目的に使えるものは何でも使う。それだけだ。この子の何が使えるって言うんだ？ルーシが悪だっていう味方の強化だ。戦争の継続にはどうしても必要だ。そんなことこの子は望んでない。この子が望むかどうかは問題じゃない。この子はもう死んでいるんだ。死してなお国のために役立ってもらっている。この子の母親にもな。本気でそんなこと言ってるのか？全てはこの国を勝利させ復讐を成し遂げるためだ。新聞には戦死した息子を誇る親たち、夫を誇る妻たちの言葉が寄せられ続けている。みんな死を名誉として受け止めようとしているんだ。本当は泣き叫んで恨み事も言いたいはずだろう。なのにみんな気丈に振る舞おうとしている。戦争という言葉でくくるな。復讐という言葉でくくるな。僕たちは人殺しだ。自覚しているならそれでいいじゃないか。それが責任だ。責任という言葉も都合よく使うな。まるで言い訳に聞こえるぞ。俺が言い訳しているだと？もうやめるわけにはいかないんだぞ、フリート。お前だって分かっているはずだ。フィリアちゃん。こんにちは、サラ。どうかしたのですか？ね。王女様。お目にかかれて光栄でございます、王女様。ハンスのお母さんとおばあちゃんだよ。ハンスの。お二人ともどうか顔を上げてください。隊長に会いに来たんだそうです。アムレートに。隊長さんにどうしてもお渡ししたいものがありましてな。隊長は？
今日はまだ。母さん、日を改めましょう。長居すると皆さんの迷惑にもなるわ。そうだね。おばあ様、私がお預かりしてもよろしいですか？そんな、王女様、恐れ多いことでございます。おばあ様さえよろしければ。それじゃあ、お言葉に甘えさせていただこうかね。ありがとうございます、王女様。ありがとうございます。なぜ預かろうと思ったのです？お二人の姿を見ていて、何かしなければと思いました。私にできることであれば、どのように小さなことでも。姫様。さあ、参りましょう。ミランダも一緒に来てくれますね。あれ、隊長を待つんじゃ。じっと待ってなどいられません。探し出して一刻も早くお渡しします。戻りましょう、ミランダ。渡さないのですか？今はアムレートには少し時間が必要なのではないでしょうか。これは真実の物語です。8月7日、ルーシ帝国軍が動きます。コバロティスのユトランド前線基地を攻撃、制圧したのです。ユトランド国内はさぞや緊迫したでしょうね。ですが、解放か侵略かで国内が揺れていた折、この攻撃はむしろ滞在人たちの追い風になったのでは？その通り。滞在人たちはここでルーシと戦わなければユトランドこそが侵略されると国民を煽り立てました。コバロティスへの攻撃は十分予想されていた。被害も 15% にとどまっている。この数字は想定のうちだ。まだ言うんだ、その言い方。戦争だからな。復讐だろ。いい加減にしろよ、お前ら。それよりバイオ、君の役目は何だ？何よ、君。敵の指揮官はビクトールだった。どうして君の情報網にかかってこなかった？婿殿が亡くなって随分経つぞ。私が仕事してないって言いたいの？そうは言っていない。やらなければいけないことはやってるわ。だから心配しないで。ユトランドの反撃は、コバロティスを捨てるで一気にベリギエフに攻め込む。ベリギエフの近くに回るのか？待って、ここは地雷原じゃなかった？警備が難しい分、容易に近づけないようにされてるって聞いたわ。地雷原なんて危険すぎる。
大部隊で移動することは厳しいだろうけど、アムレートの部隊で行動するならいけるんじゃないか。対策の武装ならこっちでも用意する。隊員たちの命を危険にさらすのか。これでは王女の安全も保証できない。では連れて行く。あいつは来る。じゃあ守ってくれ。困難なことは分かってる。でも王女を失うわけにはいかないんだ。冬が来る前にルーシーを落とした。ここまで来て雪に閉ざされたユトランドは終わりだ。それは分かっている。では何を迷うことがある。バルキュリアだ。そのバルキュリアを通じて先生は迷うなと言ったんだぞ。腹をくくってくれ、アムレート。アムレート、無理することない。スレイマンも頭を冷やせよ。なんだって。最近普通じゃない。伝令兵の少年の報道もおかしいし、バルキュリアのことになるとまるで別人だ。戦争に取り憑かれているとしか思えない。みんな何か忘れていないか。俺たちは復讐のために戦っているんだ。こいつはこいつで焦ってるんだ。焦っている。冬が来る前にでしょ。旧ルーシへの攻撃なんていう回り道もしたからな。ルーシの冬は早い。グズグズしてると雪が降る。雪が降ったら一時停戦となり、せっかく追い詰めたルーシが軍備を増強して春に備えるのは確実だ。それで焦っているのはわかるけど、らしくないよスレイマン。焦ったら何もかも台無しになりかねない。思い出してくれスレイマン、僕たちは10年耐えたんだ。時間が止まったはずだった。今までずっとそうだと思っていたけど違ったんだ。もう時間は動き出していた。戦争という現実が僕たちの時間を進めた。今この国で何ができるか、何をしなきゃいけないのか考え始めた。僕たちはすでに自分たちの力で時間を動かしている。だから焦るなって言いたいのか。スレイマン、お前が解放を言い出したんだぞ。バイオレットはなんか言いたそうだ。多分私たち、あの時はこの道しかなかったんだと思う。でも今は戦争という手段は。後悔するのか。ここまで来てみんなどうかしている。君たちが言う兵士の死が全て無駄になる。無駄になどなるものか。彼らは意味もなく戦死したわけじゃない。混ぜ返すな。意味とは君が言い出したことだ。やめるなんて言わないよな。やめたらそれこそ何のためにここまで突っ走ってきたのか分かんねえよ。戦争って手段をスレイマンが言い出したとき、フリートとバイオレットは反対したよな。で、俺たちは思った。けど今はなんだかな。アムレート、俺は軍にさっきの作戦を提案する。危険すぎる。俺は部隊の隊長として隊員を守る義務がある。隊員と復讐と、君にはどちらが大事なんだ。どちらも大事だ。お前はそう言うよな。隊員はよくやってくれている。寄せ集めだからこそ国を思い、それぞれに戦う理由がある。彼らを俺たちの復讐のためだけに使うのはもうやめよう。君がそんなことを言うとはな。お前もイプセリア、アバルーネ、いろんなところで各国の国民に触れてきたはずだ。何も知らない彼らから感謝されたはずだ。だからこそだ。イプセリアをはじめとして各国のためにも今さら止められない。俺は先生を殺せない。隊員もいらぬ危険にさらしたくない。そんなことは許さない。もう一遍こいつを使おう。始まりもこいつだったんだ。俺たちの道しるべ、
だったろう。表なら突き進む、裏ならここまでだ。いいな。ああ、行くぞ。おい、コインじゃなく俺たちの意思で決めるんだ。国を巻き込んだことも間違いだった。言っちまったか。最前線に立つ君がそれではもうここに集う意味がないな。スレイマン、俺一人でもやる。先生を殺せるのか？殺せる。どうしたんだよみんなよ。僕たちは罪を犯している。それに気づいたら耐えられなくなったんだ。皇帝どもの罪はどうなるんだよ。あいつらの罪は許せるのか？飲みたい気分。一人で飲めよ。私たちは罪人か。俺はそれを誇りにさえ思っている。強いね、スレイマンは。じゃあね。君は死体を見すぎた。僕は遺族の声を聞きすぎた。スレイマンのように戦争を見ることができなかった。我ながら嫌になるよ。覚悟がなかったと言われても仕方ない。先生を助ける方法見つけてくれ。予測してたか。こうなることをか。まあ、うすうすはな。これが終わったら俺たちどうなるのかな。お前はとりあえず結婚だよな。羨ましいぜ。美人で性格もいい嫁さんなんてよ。ソフィアとの婚約はこの戦いのために必要だった。実際に結婚しようだなんて考えてもいなかったよ。親父さんが大臣だから政界財界は優に及ばず、家柄も折り紙付き。お前にも箔がついて社交界への影響力もますます期待できるってな。何も知らないんだよな彼女。仕方ないさ。お前はどうなんだ、商売を続けるのか？俺さ、ずっと考えてた。消えちゃうかって。何？いや、死ぬとかそういうんじゃなくて、会社は誰かにやって、一人でさ、ブラブラ旅でもしようかなって。ニュートランドはどうする？お前がいればなんとかなる。続けるだろう、この復讐を。当然だ。アムレートが使えなくても手はある。金と武器は心配するな。いくらでも用立てる。頼む。お前無理してるんじゃないだろうな。しているように見えるか。いや、クソ真面目なやつだったよなと思ってさ。こんな黒くはなかった。祭りごとの世界に入れば誰だってこうなる。作戦を説明する。
相手にならんだ。挑戦開始。まだいけるわよ。終わらせるぞ。私の強さ思い知った？敵の増援ね。撃退しなさい。増援を確認。
警戒してください。では話を続けましょう。スレイマンとバジルは直ちに動きます。編成にはバナルガンドを組み込まず本体のみでの進軍を強行しました。しかし作戦は失敗したんですよね。この戦いでユトランドはまたしても大きな打撃を受けてしまった。スレイマンとバジルはやはり危険とされたルート以外にベリギエフ攻略の道はないと思い知らされたのです。さらにこの作戦失敗に伴い議会では戦争に対する疑問の声が相次ぐようになりましたよね。主に戦争続行の急先鋒でもあった滞在人スレイマンが批判の対象になったのです。リンデゴア卿が自身の伝記でそれについて述懐しています。彼は戦争続行はユトランドを破滅させるとスレイマンを名指しで糾弾しました。さらにはスレイマンが受講業界の若きホープと呼ばれるバジル・サバンジと手を組み戦争による受講業の活性化で利益を得ていると二人の関係性を追求したのだと。しかし最近の研究ではバジルの台頭を快く思っていなかった財界の大立者たちが裏で動いていたとされています。リンデゴア卿は彼らに手よく利用されていたのかもしれません。その頃、オフィリア姫が滞在人バイオレットへの接触を試みていました。来てくださって感謝いたします。思ってもみませんでした。王女様から呼び出されるなんて、やっぱり逃げちゃえばよかったかな。聞きました、アムレートから。全て知ったと。どうして私にアムレートじゃダメなんですか。同性としてあなたと話をしたかったのです。あなたのお付きだった五道さんも私たちのところに来ました。話を聞きたいって。アムレートから聞いています。それで私も五道のように話してみようと。で、一番が私か。嬉しいけれど落ち着かない。機密性はここが一番です。確かに
早速ですが、皆さんに最近何かありましたか？何かって？この前の作戦に我がアンチ・ヴァルキュリア部隊の編入はありませんでした。私にはそれが解せないのです。それにカーレンベルグ議員とサバンジュ氏の癒着問題も気になります。今までの流れと何か違う、そう感じるんです。アンチ・ヴァルキュリア部隊の隊員たちもなぜ今回の作戦から外れたのか解せないとみんな言っています。この戦争、あなた方の存在が影にあってこそだと分かっていただけに、何があったのですか？いい感してますね、王女様。私たちもうダメなの。5人の誓いはバラバラになっちゃった。こんにちは、オフィリア様。こんにちは、ブルム。あれ、お一人ですか？珍しいですね。外を歩くときはいつもミランダが一緒なのに。ええ、今日はアムレートはいますか？隊長なら演習場にいましたよ。見かけたのは少し前ですけど。ありがとう。なんか様子が変だな。アムレート絡みか。怪しい。実に怪しいね。果たすべきか否か、それは俺たちの問題だ。タイ本部へ行ったらここにいると言われました。仮にも王女が一人で出歩いていいのか？私は最前線で戦う王女です。一人歩きくらい平気です。今頃ミランダが探しているぞ。大丈夫です。いざとなったらミランダとも戦います。強くなったな。ごめんなさい、何度も渡そうとしたのですが渡せませんでした。うん、ハンスのご家族から預かったものです。あなたにどうしても渡したいとおっしゃっていました。ハンスがあなたに宛てた手紙だそうです。どうぞ読んであげてください。待て。え？ここにいてくれ。何が書かれていたのです？
のですか？ああ、お前にも読んでほしい。王女としても兵士としてもだ。何が書かれていたのですか？感謝と誇りよ。アムレートを手伝える誇りと喜びと、国が変わっていく時代の変化に立ち会える感謝。伝令兵ハンスは当然、滞在人アムレートが復讐を目的に戦争を引き起こしたことなど知る由もありませんでした。だからこそ困窮していたこの国をアンチ・バルキュリア部隊が変えたと信じて疑わなかったのです。僕にはまだ実感が湧きません。戦争は命を奪います。いつ死ぬかわからないことに誇りや喜びなんて。そういう時代だったとも言えます。誰もが国のことを考えていました。どうすれば国は豊かになるのか、どうすれば国を守ることができるのか。ハンスはアムレートの戦いから国を守る勇気を学んだと手紙に書いていたそうです。なんてまっすぐな思いなんでしょう。俺が殺してしまった。いいえ、これは戦争です。私とていつ命を落とすかわからない。それが戦場だとも思うのです。この手紙の思い伝わりませんか？これはあなたへの感謝です、アムレット。伝わっているからこそ私にも読ませてくれたのではありませんか？俺にはハンスに感謝される資格なんかない。ゴドウにも、死んでいったたくさんの兵士たちにもだ。自分を責めているのですか？そうだ。この戦争はユトランドのためではない。俺たちの復讐のためのものだ。どんな誇りもどんな感謝もされる言われはない。俺たちは罪人だ。この国を破滅に導こうとしている。あなた方5人がバラバラだとバイオレットから聞きました。あったのか？ええ、苦しんでいたからな、あいつは。あなたもでしょう。始まりはたとえ復讐だったとしても、あなた方5人が立ち上がったことでユトランドに光が差したことは揺るぎない事実なのです。あなた方5人はユトランドという国を、そして時代を動かしたのです。死んでいった兵士たちはユトランドのために誇りを持って、ユトランドの明日が豊かであることを願って死んでいったのです。の復讐のために死んだなどと、それは思い上がりというもの。彼らの死を侮辱しないでください。私たちは彼らの思いを継承し、この戦争を続行させる義務があります。義務？そうでなければそれこそ亡くなった兵士たちは犬死にです。あなたにはこの復讐を最後までやり遂げてもらいます。それがユトランドの明日を築くためのものです。それでも己を罪人と呼ぶのなら、復讐を遂げた先に築かれるユトランドの姿は亡くなった兵士たちへの罪滅ぼしでもあり、誓いです。こんなことを言う私もまた罪人です。お前がそんなことを言うとはな。許されざることをしているとそしりも受けるでしょう。
それでも私は一緒に戦いたいのです。あなた方が戦争という手段を選んだことは非難されるでしょう。でも立ち上がった国民はそれぞれに戦う理由がありました。それは決して国のためというだけではなかった。ハンスだって初めは家族を守りたくて軍に入り、戦いを通じて国への思いを強めていきました。みんな愛する人を守るため、大事なものを守るために立ち上がった。あなた方とて大事なもののために立ち上がったはず。それがたとえ復讐だとしても。一人一人の思いが集まる場所、それが国だと私はこの戦いから学んだのです。人が皆一人一人違うように、国もまたそれぞれに異なります。その自主性、独立性を私は重んじて国を導いていきたい。ルーシ帝国のように国も人も一人の皇帝のものとする帝国主義は間違っています。皆さん、ミランダも。隊長、復讐って何のこと？聞いていたの、隊長と王女様が話しているの。それは二人の話を聞いて驚いて、みんなに話したらミランダが。申し訳ございません、姫様。でも、これ以上隠しておくことはできませんでした。謝ることはない、ミランダ。聞いての通りだ。俺は俺のためにこの戦争を仕掛けた。今まで黙っていて、すまなかった。それだけかよ。君たちが望むなら、この舞台から逃げんのか。逃げるわけでもない。こんな俺とは戦えないだろう。ヴァルキュリアが俺に言ったことも、すべてこの復讐につながっているんだ。ふざけんな、逃がさねえぞ。次の作戦にはうちの部隊も出られるんだろうな。何？なんて顔してやがる。俺たちは戦争やってるんだぞ。いや、俺の。それはあんたの問題だ。俺たちにもそれぞれ戦う理由がある。だから部隊に入ることを承諾したんだ。てめえたちが戦うことで少しでも暮らし向きが良くなったり、薬が手に入るようになれば、死ななくていい連中を死なせるようなことにはもうならねえかもしれない。世の中、解放だの侵略だのでやいのやいのやってやがるが、頭のいい奴らは理屈ばっかりでいけねえ。俺の答えは簡単だ。あんたがどんな理由で立ち上がろうが、
俺はこの国のために勝つことしか考えてねえ。そんだけだ。俺は言いたいことを言ったぞ。あとはお前らだ。僕は隊長と一緒に戦いたいです。私もね、びっくりはしたけど、じゃあ隊長のこと否定するかと言われたらちょっと微妙なのよね。実際隊長が私たちを引っ張ってくれてたわけだし、だからやめる気はないの。私もね、まだ帝国と決着ついてないわけだし。俺は隊長を信じているよ。隊長が戦場で見せる強さは本物だ。動機がどうあれ、隊長が戦い続ける姿は正直俺には何よりも力になるんだね。私はオフィリアちゃんがアムレイト君のこと認めてるんだから、それでいいと思う。隊長、一人でやることはない。ヴァルキュリアと戦うときは信じてほしい、私たちを。僕嫌いなんだ、負けるの。だからさ、僕を巻き込んでおいて負けるとかありえないから。てわけだ。いかがかな、王女さん。ありがとう、ダリル。皆さん、みんな、ありがとう。隊員たちに葛藤がなかったと言ったら嘘になります。ですが、アンチ・ヴァルキュリア部隊が良くも悪くもラグナイト適正を主体に組織された半ば素人部隊であったことが、アムレートを受け入れることにつながっていったのです。